はいどうも皆様こんにちは、グリードです。ちょっとね動画空いてしまったんですけどね、今日はやっていこうと思います。今回は新しくね手に入れたこちらの明細使っていこうと思います。確かこれ、新しい明細だよね。昔からあったやつじゃないと思うんですけど、ちょっとね、本当はね、アフターライフとかなんかその新しい、人気のね、明細を手に入れたかったんですけど、残念ながらゲットできず、僕はね、クレートをね、120個貯めてたんですけど、引いたところね、ハゲたね、ブラックアウトのキャラクターしかね、出なくてね、もう、悲しい限りではあるんですが、もうこれを使うしかない。ちなみに120個の中には、武器、マーク2出たんですけど、なぜかも、すでにね、持っている、デーモンのマーク2が2回出て、あとスワットの、マーク2ももう持ってるのにもう一回出ましたね。もう、わけがわからないぞ、これは。というわけでね、今回はこの明細をね、使っていこうと思うんで、よろしくお願いします。はい、というわけでね、やっていきましょう。こんな感じになっておりますね。かなり、この Twitch Prime のスキンとかなり相性がいいですね。もうなんか Twitch Prime の明細より相性がいいっていうのはなんかどうなのかと思うんだけど、かなり、もう個人的にこれ好きですね。やっぱこういうシンプルで、なんかかっこいいのがいいんだよね。なんか変にね、変わんなくていいんだよ、明細。変化しなくていいんですよ。シンプルイザベストですね、ほんと。さあ、じゃあこっちからぐるーっと回って、最初右から来てるやつ、いましたね。はい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 。クリアリング。不足だぞ、敵さん。で、ま、登ってきた、下から。なんてこった。さあ。まず上処理してからだな。そう、右来てるよ。上処理してからじゃないとお話が進まないので。おいソーフィッシュ。いやー、ほんと、このゲームはいつからこんなにソードフィッシュゲーになってしまったんでしょうかね。ちょっと面白い動画見つけて、海外のね、CO2 の解説とか、検証系を上げてる投稿者さんがね、BO4 での、強さ、トップ5みたいな武器をね、上げてたんですけど、その中にね、ソードフィッシュがないというね、ことをね、発見しましてね。つまり何かっていうと、海外勢が選ぶトップ5の武器の中にはソードフィッシュがないという。絶対普通入るじゃないですか、ペンタバーストの強さ。絶対入ると思うんだけど、海外勢選ばないってことはなんか、使う人が少ないのかな、やっぱり、海外は。なんかその辺面白いよね。国によって、なんか使う武器が違うっていうのは、使われてる武器か。なんか面白いなって普通に思いましたね。いいとか悪いとかはとりあえず置いといてね。さあ、これ敵どこ脇だろう。だからソードフィッシュ弱体化来ないの、そういうことなのかな。やっぱ海外だと、使用率がそんな高くないのかな。これサイドから入ってくるぞ。エルストも呼んじゃおっか、もう。エルストやないか。これ、エルストやないか。後ろいなかった？サッペッサがいるぞ。ちょっと、弾が心配なんで拾っておこう。27発か。で、エルストを、パンポン、ポン、雑だった。1キルもできない。嘘だろ。1キルぐらいできるでしょう。ヘルストーム。はい、オッケー。で、ちょっとぐるーっと回ったら奥で湧いてくるよな。湧いてる。ポン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 湧いてるぞ。やばい。ああ、危ねえ。やばい。いや、嘘。なんだそれ。なんだその武器。嘘、スレッシャー逃したんだが。いやー、マジか。いやー、なんか、すげえ当てられたんだけど。いやー、びっくりしたな、今のは。やべ、上来た。いやー、パンチ。これはちょっとローテーションとりあえず。さあ、ちょっと、なかなか点差が開かないですね。ちょっとタックリプレイ置いておいて。おっと、ライトニングストライク。おお！硬かったな、シンプルに。このゲーム勝て、敵が。最近ワールド2を、ね、生放送でちょっとやったんだけどね。やっぱ体力100、すごいサクサク倒せるね。やっぱ COD は100の方がいいかな、個人的に。次の作品はバトルはないらしいんで、多分体力100になる確率の方がかなり高いんじゃないかなと僕も思ってるんですけど。さあ、センター1枚いるね、あれ。いや、ブレる。なんか急にブレたぞ。ちょ、待って、これやばい。なんかちょ。急にマークどうした急にバコーン行ったんだけど。あれあんなブレたっけ？敵もびっくり。僕もびっくり。それは、マジ。ここには落としてこないと思う。なんかある。なんだお前なんだもうなんで負けてんだこんなに。いやー、まず上処理しないと。始まらんよね。厳しいなー、ちょっと。スレッシャー出せなかったのは痛いなー。いや、マジかー。軽兵ヌー強えなー。まあこれね、こうエリア入るけど、ね、こう上から撃たれて死ぬっていうね、パターンですね、多分。よし、行こうか。タックリプレイは今溜まった。一気にポイントいってみようか。気づかれてますね、これは。もう一枚入ってる。これは、パンチ。あ、残念。やれなかったね。うわっ、嘘当たるのか。うわ、4枚持ってかれたんだけど。いやー、厳しいな。いや、ショットガン。どうするグリード。そこ頭出してくるね。さあ、こっからが厳しいんですよ。やばい、なんかいや、勢ぞろいで3人がかりで倒しに来たんだけど。3人がかりだったぞ、今。ショットガンにはやられん。味方、こっち誰も来てくれてないか、まずいな。エリアは、とりあえず取れそうだね。とりあえず取れるけど、味方は後ろホールドしてないんで、こっち湧いちゃうかも。あれはやりに行った方がいいな。危ねえ、回復されてたか。足りない。カバーいけるっしょ。ワンショッ。無理か。やれず。さあ、中にいるぞ。もう一枚いる。回復しないでいこうか、ここは。よし。大回しに来た。ワンコ来たワンコだった。さあ、そうですね。ここはですね、どうしましょうかね。あー、マジかー。ワンコちょっとさ、なんか、このゲームの理不尽キルに上位に、まあ、トップぐらいに入ってくるよね、ワンコ。なんかワンコなー、ワンコねー。やばい、ちょっとこれ、一瞬これに変えますね。あ、もうやべえ。いや、ちょっと待って。どこ行った。よし。ランパートの FMJ2。バレてたね。なんでバレてたんだろう。いやー、ちょっとごめん。一回ちょっと明細タイムも一旦終わりでいいですかね。ちょっと、これは、終わっちゃうんだけど。いやー、壊せそうなんだけどな。よし、壊した。いけ、みんな。ゴー。やべ、あと10点ぐらいで終わっちゃう。無理だ、これ。これがですね、僕の最近の、日常ですね。はい、だいたい数時間やってね、勝率3割ぐらいって言ったじゃないですか、ランクマッチの。だいたい数時間撮影して、まあ本当こんな感じですね、いつも。厳しい。